今日何日？こんばんは。餃子を食べてます。食べてください。食べてください。ご飯を食べに外に出たらそれはハルピョンの呪いですね。食べるな。そうそう、食べてください。全然どうぞ。パンナさん、ハイチーズありがとうございます。こんばんは。こんばんは。江戸市さん、ハイチーズありがとうございます。そうですね、ピョンムービーの総集編を載せました。はい、ぜひ本当にいいね、リツイート、リプ、何でもいいので皆さんぜひお願いします。なんか何の話をしようとしたか忘れちゃいました。あ、思い出した。そのピョンムービーの総集編の話なんですけど、あの本当に何だろうな、普段ピョン、私のことをそのフォローしてない人とかでも多分皆さんのフォロワーの方々にいると思うんですよ。でそういう方々が、あ、ハルピョンってこういうなんか毎日動画上げてんだとか、そういうのを知ってもらうためにもいいねとかリツイートをすることで絶対みんなが拡散してくれるって思うから、なんか毎日は見るのめんどくさいけど、でもなんか総集編見て、あ、この日気になったとかってなって、この日に飛ぼうって思ってくれる人が一人でも多くいたらいいなと思って、それを見て私のファンになってくださる方がもう本当に 0.1 人でもいたらいいなって思うので、みんなも見るだけじゃなくてコメントもしてほしいし、いいねもリツイートもよろしくお願いします。はい。本当にコメントが少ないのはまあ推しに似るんですかね。なんか難しいですよね、ツイッターのコメントって。いや、すごいわかるんですけど、すごいわかるんですけど、なんか寂しいなって思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、もちろんしてくださってる方も何人もいるから、もうその方々のコメントは本当に毎日見させていただいて、すごい楽しい、嬉しいというか、なんて言うんでしょう、あ、今日もコメントしてくれたなって思っているんですけれども、そうですね、私がコメントしたのに、3万人フォロワーさんいるのにリプ1みたいな、どういうことって思うんですけど、本当に
もう本当にその一人には感謝です。はい、ありがとうございます。もう何のためなんだと思って、私も。そうだから、みんなリプしてください。待ってます。よろしくお願いします、はい、そう、いいんですよ、もう全部同じ文章でもいいんですよ。ハービオ可愛いとかでもいいんです。もう褒めてくれる言葉であれば何でもいいんです。褒めなくても、いや、けなしとかアンチコメントとかは嫌ですけど、なんか褒めなくてもいいけど、心は痛くならないコメントをしてくれればいいんですけどね。そう、ダピョンムービー見た後におやすみって送るとか、あとは、まあ、それこそ朝ピョンムービー見てるんだ自分って人は、おはよう今日も行ってくるねみたいなのとか、寂しいなって思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、そう、全然そのなんて言うんでしょうね、私のツイートに関するツイートじゃなくてもいいんです、別に。なんて言うの、例えばじゃあそれこそ今日かな、昨日かな、ツイートなんかあるかな、ハルピョンだ17時間配信のご褒美っていうツイートに対して、やったとかでもいいんですよ、嬉しいねとか、楽しみにしてる待ってる、そう、全然もうやったとか、もうそんなにでもいい。うん、とかさ、ネモハモルーマーの毎回の楽しみっていうのを私昨日多分あげた、させていただいたと思うんですけど、自分の楽しみとかでもいいんですよ、とかハルピョンのネモハモ初めての披露楽しみにしてるねとか、もうそれだけでも嬉しいのに、そうだからしてほしいなって、こう言って3日ぐらいは増えるんですよね。しばらくすると戻るんですよね。考えなくていいよ、もう今日から1ヶ月は頑張ります、やってね。やってね、わかります、
なりんさんハートありがとうございます。なんかいいねとかできたらね、見てるんだって思って、あ、コメントしようって思うかもしれないけど、してる、見てるんですけどね、全部。なんかどこまでやっていいのかが分かんなくて、私たちも正直。なんかツイッターのリプにいいねするとか、なんかインスタのコメントにはいいねしてるんですけど、あ、最近してないんだけどしますね、ごめんなさいそう、なんかどこまでやっていいのかっていうのも分かんなくて、なんかツイッター、それはちょっとツイッターが悪いんですけどあのツイッターがなんかいいねしたやつを見れるようになるじゃないですか。そのフォローしてると〇〇さんがフォロー、違う、〇〇さんがいいねしましたみたいな出てくるじゃないですか。なんかああいうのがあるから拡散してるなっていう気持ちにはなれるけど、なんかでもそれでさ出るのちょっとむずいですよね。ちょっとどうしたらいいんだろう。A ダッシュさん、メリーゴーランドありがとうございます。うん、難しいですよね。なんかここまでは良くてここからはダメですみたいなのを決めてくれれば逆にやりやすいんですけど、決まりがないからむずい。うん、そうなの。むずって思ってます。さすがに DM 返すとかは決まりっていうか、まあ、普通にダメでしょっていうのは分かってるけど、そう、なんかいいね問題に関してはだってさ、インスタのコメントの返信、うん、インスタのコメントにリプするのも別にやってるじゃない、まあ、やってたじゃないですか、まあ、やります、はい、すいません、最近滞ってるんですけどそうなんですけど、そう考えたらいいのかなっていうのも思ったりとかするけど、難しいんですよね。まあ、それがなんかずっと同じ人になるとかはあれかもしれない、それはさすがにダメだけど、でもさ、同じ人しかコメントくれなかったら同じ人に返信するしかないよなって感じそうですよね本当に私もすごい昔にファンの方に、なんかまだ握手会だった時に言われた言葉があって、なんかなんで僕の755は返信してくれないのみたいな言われたんですよ。そうな、違う、間違えた、なんで同じ人の755ばっかり返信してるのかなって言われたんですけど、なんかいや多分私があんまり755に返信しない人だからなんかあれなのかもしれないんですけど、基本的にコメントをしてくださる方が、そう、私が返信しないから悪いんですけど基本的にコメントをしてくださる方が結構やっぱ限られてくるんですよ、返信してないと。それは返信いっぱいしてる子のところにリプしたいなって気持ちは分かります、確かに、はい。だからそれは私が作った元凶が私なので、そう、私が悪いんですけどでもなんか同じ人がコメントしてるから私は同じ人に返してるのであって、別になんて言うんでしょう、いっぱいある中からずっとその人だけに返してるんだったら言っていいかもしれないけどそうなんですよね、なんて言うんですかそうなんだよなって思いながら、いやごめんね、これから返信、これからまたコメントしてねみたいな優しい言葉を
かけましたね、懐かしい。うん、そう、難しいですよね。ともゆきさん、くま風船ありがとうございます。えいちゃさん、チュロスありがとうございます。むずいね。そう、私が、ごめんなさい、私が755返信すればいい話なんですよ。そしたらいっぱいの人がコメントくれるから、そうっていうのはあるんですけど。そうなんですよね。そう、多分ビャンドの方は分かってくれてると思ってるけど、でもそれ、その噂が、じゃあそれを思った人がめちゃめちゃ口軽い人っていうか、めっちゃいろんな人にめっちゃ喋る人で、そう、コミュ力めっちゃ高い人で、で、え、ハルピョンの755、え、最近俺ハルピョン気になってるんだよねって言った友達が、え、ハルピョンだって755同じ人にしか返さないし、マジあれ指針だよねとか言ったら、その人が私推しになってくれないかもしれないじゃないですか。あ、そうなの、僕ハルピョン最近気になってたんだけど、そういう子ならやめようってなったら困るじゃないですか。本当に。そうなんですよね。まあ、私が最近の755、私配信します、おはよう、おはよう送ってないわ、おやすみとか。そんなんばっかりなんで、ね、私がそれはちょっと755に関しては私がもうちょっと返信するように心がけなきゃなっていうのは思っています。はい、うん、それはすごい思ってるんだ。そう、配信します、おやすみ、写真みたいな。それしかない。山内さん、ポップコーンありがとうございます。そしてピョンムービー、ツイッターはピョンムービーしかあげないアカウントだし、もう何してんだろう、何あげていいかわかんないんですよ本当に。うん、なんかさ、一言で上げ足取られてさ、そこだけ吊るされてさってなるのも嫌じゃないですか。そう、 SNS の難しいとこですよね。そうなの、私だからコメント返さなすぎてコピペの人しか現れなくなった。最近、うん、ほとんどなんかみんなおはようとかおやすみは送ってくれるけど、昼間に現れるのはだいたいコピペの人。そう、 メンバーほとんどに載せてる人、昼間に現れるのその人しかいない。私今今日は何の日ですか、何々ですかとか、ハルピンは何たらと何たらどっちが好きですかとか、そういう人しかいない。やばい、ちょっと返します。はい、だみんなはじゃあ私にツイッターのリプを頑張ってくれるっていうのを約束して、私は分かった755をコメントを返すっていうのを約束します。はい、そうですね、わかりました。私はだ、みんながそうする、みんなが約束するなら私もみんなが頑張ってくれるっていうのがあるから私も頑張ります。はいはい、わかりました。うん、だって私ばっかりがさ、ね、頑張ってよ、なんでやってくんないのっていうのもさ、あれじゃないですか。もちろん自分のそのお仕事がとか学校がとか課題がってなったら、ちょっともしかしたらやらない日もあるかもしれないけど、てかやらない日が続くこともあると思うけど。そう、でもみんなに私がね、やってよリプって言ってるからには、私も755やってよって言われると思うので。ハルピョンが読みたくなるような質問して、ありがとう、嬉しい。
ありがとうございます。頑張ります。トラックヤローさん、クマポップコーンありがとうございます。でもさ、私がコメント返すってことはさ、みんなじゃあ755コメントしなきゃいけないってことですよね。みんなの負担の方が多いけど、まあ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 そういうことですよ。頑張れ。日高浩二さん、かわいい、ありがとうございます。最近いいお知らせは、そうですね、まだお話しできないお知らせがちょっといくつか、たくさん、あ、待って、たくさん、そのたくさんはちょっと一回やめて、いくつか。はい、まだちょっとお話しできないいいお知らせ、あ、いくつかあるんですけど、はい、1,2,3,4、かな？4つあるんで、今月中に分かるのは1,2,3なので、まあ私が匂わせたものも含めて。あ、なんかそのなんて言うんですかね、こんなちっちゃいお知らせでも私にとっては嬉しいお知らせだから、そうだからよろしくお願いします。 AKB ワールドについて私もちょっとわかんないです。なんでしょう。あ、愛媛は坊ちゃん劇場は出ないですよ私。はい、あの6人が回していくって言われる、私は出ないですよ。横揺れは卒業しちゃうけど、でも私は出ないですよ、残念ながら、ごめんなさいね。はい。出ないです。石川ね、イベントしたいですよね本当に。うん、締め切り迫る、やば。やば、締め切り迫るものが3つ、やば、無理無理、難しい。頑張ります。愛媛ね、行きたいけどね。うん、なんなら福岡一緒に行った瞬間とか行きたいですよね。ホークスキャラバンしないですか。本当に X キャラバンしないですか。したいんですけど、出たいんですけど、福岡行きたい。どうしようかな、本当に。待って、はい、締め切り迫る。
くした。髪の毛2本抜けてるかと思った。違った。ただ分裂してるだけだった。周りと分裂してるだけでした。焦った。富山行きたい。イベントしましょう。私本当にブルベですか？なんかでも最近確かに青っぽい色ばっか着てるんですけど、そうブルベです。私なんか20日がなんだっけあれカラー診断みたいな行ってきましたみたいなツイートかな、インスタだったかな、してたんですけど、私も行こうかなって最近思う。そうなんですよね、パーソナルカラー診断めっちゃ高い。あと骨格診断も行きたいけどめっちゃ高い。そうなんや。だから行くの躊躇してるんですよね私。うん、普通にゆきちさん、ゆきちさんですからね。そう、私はでもイエベだと自分で思ってたんですけど、友達にピンクのリップめっちゃ似合うって言われたりとかして、えと思って。で骨格は私の診断的にも自分の中でも、いやウェーブだろうなと思ってるんですけど、ウェーブなんかなみたいな。そうむずい、むずいんです本当に。骨格っていうのは体の骨格。そうで、例えばワンピースはどういう形のワンピースが似合うとか、なんか足出すスタイルが似合うとか、そういうなんていうの、そういうの、はいそういう診断です。そうで、私前に稽古演が終わった時に、まあ、衣装を片付けるんですけど、衣装からその自分の私服になるじゃないですか。そう、その時に、なんかまなみさんがすごい、なんちゃらちゃんは骨格なんちゃらみたいな話してて、そうだからまなみさんに、私どうですかって聞いたら、ハルピョンは骨格赤ちゃんって言われました全然分かんなかった赤ちゃんだった私全然分かんなかったですウェーブとストレートと、あとなんだっけ、ウェーブ、ストレート、なんだっけ、なんだっけ、ナチュラル、それだ3つがあるんですけど、そう結局なんなんやろうって感じ。
でしょうね。テレレテテテ。今あやねちゃん生誕か今日。おーどうした？急にマックが音鳴った。蓋開けたら。なんで今ハピバ歌ったとこ、あ、マジ？なんか再起動されたね。え、あれ見たい。ルーマルーマルーマ間に合うかな。そう、定点で見たいんですよね。定点ってさ、その時じゃないと見れないからさ。なんで？再起動しました。なんで？わかんねえや。うわ、待って、ここに溜めてたやつも全部なくなったもしかして。うーわ、マジか。嘘って言ってくれ。嘘だったら言ってよ、ジョー。あ、復元できた。よかった。待って、ラブシャワー勝ってる、すごい。 DMM AKB ログイン。いや、何も消えてなかった。手紙あるんですか？エイト公演。エイトの生誕。そうなの？そうなん？エイトなかったよね。でも今喋ってます。最近ある？そうなんだ。え、そうなんだ。書いてくれる人いなそう。私も最近それこそ生誕とか見てなかったから知らなかった。てか、え、なんていうの、あのそれこそ8のメンバーはお手紙が、やっぱお手紙って本当になんか素敵な文化だと思うんですよ。私は日本の文化なのか知らないですけど、素敵なものだなって思うんですよ。だからなんか8でもやったらいいのにっていう気持ちは本当に多分8のメンバーみんな持ってて、だからなんか前にもなんかお手紙が欲しいから兼任のチームでやりますって言ってるメンバーがいたのも、そのスタッフさんとの会話も聞いたりしてて、そうだよなってなんかそうだよなって思ったんですよ。そう、そうなんだ。てか私生誕いつあるんだろう。そっからなんですけど。
逆に今までなんでなんか、いやまあ普通にただただ人数多かったからじゃないですか。うん、そう思います。パンダさん、ハートありがとうございます。え、いつなんでしょうね、知らないです。本当に本当に知らない。え、待って、本当に匂わせとかできないぐらい知らないあったらしてるわ。あったらプンプンに匂わせてます。工場というファンの方にだってもみんな喋らないじゃん今。悲しいことに喋ってくれようって思うんですけど喋れないから。いや懐かしいな、なんかわからん、よくわからんよくわからんとか言っちゃあれですけどでも劇場に最後に出たのは K 公演ですね。チームの公演が7月28とかかな、うん、ね、エイトの公演で、エイトの生誕、エイトの公演の生誕祭でお手紙あるのは初めてですねって言ってる人がいるよ。ハッシュタグ高橋彩音でツイートみたいなやつに、もちろん高橋彩音生誕祭ですツイートみたいな、え、どっち、みんな初めてじゃないよみたいな人いましたけど、どっちが本当。え、待って、これさ、携帯だとさ、あ、定点で見たいんです、私。どうやって見れるんですか、パソコンで定点って。パソコンの場合、視聴ページのリンクがトップページ。その画面の上に、右上、どこ、定点で見たい、ネモハモを見たい、プレイヤーの右上のボタン、あ、これ、え、これ違う、どれ、右下、あった、ありがとう。右上って書いてる、このサポートセンター、間違えてるぞサポートセンター間違えてるぞ。そして、あ、切り替わった。私はネモハモが見たい。パンナさん、クマ風船ありがとうございます。待って、ネモハモ見る前に、ママからご飯だよって来たらどうしよう。なるちゃん、でもほら、なるちゃんの生誕は K でやったじゃん。セリちゃんも K、 A、 ん4でやったのかな、でしょ、だから。どうなんですかね、ただか、は、あの、そのメンバーが書きたいって言って、その時だけ OK されたのかな。また前例がこれでできたからセリカの時は2人、あ、そうなの、セリちゃん2人公演の時にやってたんだ。ズンちゃんが2人公演でやってたのは知ってるけど、うん、
あ、ケーキが片付けられました。バイバイケーキ。まだだったまだでした。まっちゃんさん、チュロスありがとうございます。やばい、なんかいろいろ混雑してる音声が。あ、わかった2つのあれでやってたからだ、2つのプレイヤーで。スマストップさん最高、ありがとうございます。靴を履き替え。やっぱ七瀬ちゃんの足ってマジで綺麗ですよね。スラッスンみたいな、めっちゃ綺麗。いいな。そんなのあるの？あ、そのチームね。サットさん、パプコーンありがとうございます。じゃあちょっとネモハモまでちょっと一旦待機で、はい、靴履き替え中は一旦待機、みんなが置いてきぼりになっちゃうから、うん、置いてきぼりにしてるのは私なんですけど、みんな置いてきぼりにしちゃうからそう。サットさん、まっちゃんさん、パプコーンありがとうございます。テレテテ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 テ、高見菜さんが出てるテレビ見てるのかと思った。あれですか、あのみんなの動物園みたいなやつ録画してあります、安心してください。矢吹のうこさんも出てますよね。うん、デデデデ、うちの動物は私が橋本家で一番元、いや嘘だ人間も動物かそうでした、すいません、間違えました歩いたよ、歩いたよ、私も元気だよ。今日のみんなの夜ご飯は何ですか？餃子、あ、餃子さっきもいた。鶏野菜味噌鍋、うまそう。納豆ご飯、いいね。やっぱ待って、餃子率高くない？餃子ととん、あ、日曜日だから明日。ニンニク臭くても平気だからかな。お寿司を食べました、いいね。焼肉うまそう。塩バターコーンラーメン、チーズカレーマンポテ、めっちゃ食べるじゃん。
ポテトサラダ、あーポテトサラダいいね。チーズポテト春巻き美味しそう。蒙古タンメン食べれない私。魚魚の何かはわからない気になった。王将、大阪王将の何ですか。五目あんかけ、お野菜炒め、なんか中華、中華説みんな今日中華多い。ラーメンとかチャーハンとか野菜、野菜炒め、王将、五目あんかけ。さっき一平ちゃんの焼きそばも食べ、待って食べ過ぎじゃない。まあでも動いた分食べた方がいいよ。もやし鍋、ああ車やラーメン、おでもまだ鍋食べるには早くない？まだ早いよ。だってこの後もっと寒くなるんだからでしょ。一年中鍋でいいまあママから聞きますけど、鍋が一番楽なんだよって。なんかなぎちゃんちっちゃくなったはくら寿司、今はサバを食べてます。ホイコーロー、おでん、酢豚、酢豚、たこ焼きの刺身、白菜のおひたし、ポテトサラダに明太子のせた唐揚げ。いつの間にか配信始まってます。なぎちゃんとハルピョンどっちがなんちゃらなの。だってどっち同じくらい。同じくらいですかね。え、豚汁って読みますか、豚汁って読みますか。えへへ、どっちですか。あ、豚汁タイプ、あ、豚汁が多い、豚汁タイプ多くない。あ、豚汁一人いた。あ、豚汁圧倒的少なさ。どっちがどっちなの。どっちがどっちっていうのはあるけど、え、どっちだろう。私別にどっちでもいいな豚汁でもいいし豚汁でもいいし。でもなんであれ豚って言うんだろう。関西は豚汁、あーそうなんだ。だからかな、中央に住んでるから。え、けんちん汁と豚汁、豚汁の違い何ですか。え、ずっと疑問。けんちん汁は茨城県の郷土料理の、ほう、ごぼうが入ってるかどうか、肉が入っ、え、私カツヤのけんちん汁、あれ豚汁、豚汁、あれそうだ、豚汁だったのかな。あれカツヤで飲んでたのは何汁あれけんちん汁、あれカツヤは豚汁、あれ、じゃあどこでけんちん汁飲んだんでしょう私。え、けんちん汁飲んだことあるよ。
でも豚入ってたよ絶対。入ってなかったのかな。吉野家にけんちん汁がある。あんま分かんないや。豚汁とけんちん、あ、来た。下尾ちゃんのポジションを見ます。なんで指ハート。ちょっとごめんなさいね、真面目になります。1.5。 うまい。回ってシュン。3番うートゥン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 。あれ逆だった、今下を合ってた、逆だった。伊達の心はまだポニーテールにシュシュ、声なんかかける気になれずにストーリーしてた。タタ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 タ信じられるかな。恋のままの愛は恥はただの噂だろう。分かった、気になるんで好きになったんだ。でもハモるまま、あ、こっちだ。待って、やばい。Kと混ざってる完全に。なし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 、 Hey what's up、 回って2番 I know you know。 あ、満足です。あ、すいません、満足です、大丈夫です、ありがとうございます、お疲れ様です。皆さん、橋本春奈、上半身ネモハモルーマ聞いていただきありがとうございました。あ、聞いてじゃないか、見ていただきありがとうございました。いい感じ、もう本当そう見える、嬉しい、ありがとう。まあいつ披露するのか、いつなのかはまあわからないんですけれども、披露できるように頑張りたいと思います。俺の DMM とそっちの5秒ぐらい差がある、多分ね、あれかも、配信の時差かも、
DMM の時差より配信の時差かもしれない。そっちセットの方が強いかも。頑張ります。ということで、お、豚汁豚汁の件、北海道九州北部中部は豚汁、全国の7割が豚汁、富山は 50-50 ということで。あ、じゃあどっちでもいいんですね、富山県。だから悩む私の気持ちもわかるでしょ。うん、そうなんよ、どっち、そうなんよ、理解。どっちもいけます。いつでも豚汁でも豚汁でもどちらでもご用意してないですけど、はい。でも三元豚も三元豚も通じるでしょ。だから終わっちゃった。そういうことです。満足。はい、ということで、それでは ご飯がなんちゃらって来てたわ、ママか。じゃあ今日のご飯は次の配信の時にお話しします。もう LINE は来ているので分かっているんですけど、あえて次の配信で言うよってことによって、あ、みんなが来てくれるかなっていう感じでございますね。はい、ということで、それでは最後にランキング読みます。予想は餃子ですか。何でしょうか。テレレテレレテ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 レ、パパカレー、星と同じご飯だと嬉しい。いきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位トラックエロー、あとゴリーさん、ありがとうございます。3位3位サプライズレバーとチームあちらさん、ありがとうございます。4位 A ダッシュ、あとピョンダさん、ありがとうございます。5位 A ちゃさん、ありがとうございます。6位ネバーストッパーと豚汁より、あ、豚汁って言ってるね今。普通にピョン汁が好き、かっこ怪しいさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位、山内さん、ありがとうございます。9位すみちゃん、あと富山のカレーは牛です、豚です、どっちでもいいですけど、どっちだろう。どっちでもいい、どっちでしょうかね。なんかパソコンがいろいろ大変大変なことしてる。え、どっちだろう。え、うちは牛、多分牛。
私こんなに開いてんだ、いろいろ。あそこに申し訳ない。え、多分牛ブロック。ママあ、でもパパか。カレーちゃんと一からパパ。パパかな。どっち、誰に聞いたら分かるのこれ誰に聞いたら分かるの。それも分かりません。10位、マー君、あとピョンズちゃんさんありがとう。11位、ツッチーさんありがとう。12位、カー、あとピョンズさんありがとう。13位、クジノダイゴさんありがとう。そして本日、あ、ラッキーエイト、誰だったんだろう。カナさんです、ありがとうございます。あ、ママから、チキンのとこもあるけど、ほぼ、違う、橋本家の話はなしだよありがとう皆さん、本日はということでありがとうございました。じゃあこちらも次の配信の時にお話しますね。まあ忘れてたら教えてくださいということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さん本日はありがとうございました。それではバイバーイ。